こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。今日は目元から始まる珍しい鹿の間なんですが、今日のアイメイクどうですか？涙袋ぷっくりしてませんか？近すぎると話入ってこんかな。これはですね、鹿の間流の涙袋メイクをやっていこうと思います。結構 YouTube のメイク動画でもね、涙袋の工程っていうのはやるっちゃやるけどパパッとしてるので、もっと詳しく見たいっていうリクエストが結構来てました。で、実はあのメイク動画に見せてる部分だけではなく、結構涙袋に普段こだわってる点っていうのがいくつかあるので、今回は鹿の間流の涙袋全部で6工程ですね。結構こだわってやっているので、ぜひ参考にしていただけたらいいなと思います。多分涙袋普段描かないよって方たくさんいると思うんですが、ここで涙袋大先生鹿の間がですね、涙袋を描くことのメリットを4つ紹介します。まあ、まず1つ目は何よりもデカ目効果があることですね。涙袋を描くことによって目の幅も広く見えるので、1倍、2倍、3倍と大きく見えます。で、2つ目がクマがね、気にならなくなる。涙袋を描くことによって凹凸ができるので、その分涙袋の影なのかなみたいな、クマも目立たなくなります。嬉しいですね。そして3つ目の涙袋メリットが、顔の余白が狭く見える。やっぱ涙袋を描くと、ここのね、頬周りがのぺーとして見えるんで、なるべく涙袋に凹凸を作ることによって顔の余白を狭く見せる、そういった錯覚を起こすことができます。これも嬉しいですね。で、ラスト4つ目が笑顔が可愛くなるです。これ最近気づいたんですけど、涙袋メイクをするようになって、笑った時の写真の映え方が全然違う。元からね、結構涙袋ある方なので、今回あんま参考にならないかもしれんけど、いや、なると思う。参考にしてほしいんですけど、笑ったらやっぱ涙袋がぷくって見えるので、それがまた愛嬌になるんですよ。だからそれをいつも以上に涙袋をぷっくりさせることによって、より愛らしさが出るし愛嬌にもなるので、ぜひね、この辺参考にしてほしいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。早速やっていこうと思うんですけど、鹿の間流の涙袋の作り方は工程が6つあります。一番最初のまず1つ目は油分を取っていきましょう。綿棒やティッシュ何でもいいんですけど、スキンケアに含まれている油分っていうのをしっかり取り除いていきます。私は綿棒がやりやすいので綿棒を使うことが多いですね。で、ある程度涙袋の油分が取れたかなってなった時にパウダーをつけていきます。私はキャンメイクのシークレットパウダーの一番使うことが多いですね。まばたきすることが多いので、涙袋部分っていうのはシワが寄りやすいです。しっかり涙袋のファンデーションの密着度を上げてから涙袋は描いていきましょう。で、指で涙袋を触ってサラサラになったかを確認します。で、続いて2つ目の工程なんですが、これもすごく大事でちょっとめんどくさいんですけど、涙袋作る前はしっかりとアイシャドウベースを塗っていきましょう。私がよく使っているのはキャンメイクのラスティングマルチアイベースです。こんな感じの白のお色味なんですが、伸ばすと透明になるので、どんなアイシャドウでも馴染みやすく、色の邪魔をせず発色も綺麗に保ってくれます。アイシャドウベースなんで、もう涙袋だけじゃなく、アイシャドウ塗る前は目元全体に塗ってあげると粉飛びもしないし発色も綺麗に保てるので、普通にいつも通りアイシャドウ塗る前にちゃちゃっとね、涙袋もついでに塗ってあげることによって、涙袋メイクも崩れにくくなります。ちなみにアイベースは3つおすすめがありまして、一番安いのだとユアグラムのアイベースが一番おすすめです。で、2番目におすすめなのがキャンメイクかな。これまあどこでも買えるし使いやすいのでおすすめしてます。で、もっと涙袋に力入れたい、高品質がいいって方はマックのアイベースをおすすめします。そしたら綿棒にアイベースをちょっとだけ取っていきます。ほんとこれぐらいで十分です。で、ちょっと手の甲になじませてから涙袋に塗っていきましょう。今日は先に片目だけ終わらせて比較していきたいので、こっちだけしっかりとね、広い範囲に塗ってあげましょう。だけど塗りすぎたりすると逆によれる原因にもなってしまうので、少量で大丈夫です。続いての工程がアイシャドウです。多分涙袋メイクするときってアイシャドウ皆さん使うと思うんですけど、涙袋作る前は先にアイシャドウ塗りましょう。今回使うアイシャドウはマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズマサラチャイを使っていきます。肌の色よりも数トーン暗くて、暖色のアイシャドウの方が涙袋がぷっくりして分かりやすいです。ちょっとラメ入りですかね。涙袋を全体に塗ります。
ちゃちゃっと塗って、で涙袋にもしっかりと塗っていきましょう。目尻部分は広めに塗ってあげた方が、後からコンシーラー塗った時に陰影がはっきりできて涙袋もぷっくりしやすいです。できれば作りたい涙袋よりもはみ出すように広めに塗ってください。もうすでにね、涙袋があって影があるよって方はそれよりもオーバー気味に塗ってあげると分かりやすいかも。私もここに涙袋の線があるので、これよりもはみ出すぐらいで広めに。今こっちの目だけ先に進めているんですけど、アイシャドウを塗り終わったら今からコンシーラーを使っていきます。多分涙袋作る時ね、それぞれ使うものが違うと思うんですけど、大体基本はコンシーラー、あとファンデーション使う人も多いかな。で私が一番によく使っているのがこのピアのねアイライナーペンシルなんですけど、これはちょっと持ってる人がね今回少ないかなと思うので、コンシーラーでやっていきます。あとアイシャドウとか使う人も多いと思うんですが、私はコンシーラーかペンシルがおすすめですね。まあペンシルは汚れないっていうのもあるし、私的によれにくいし、よれた時は上から重ね塗りしても汚くならないので、私はやっぱこのペンシルおすすめするんですけど、これはいつも動画で紹介してるので見てください。まあペンシルもファンデーションもアイシャドウもコンシーラーも使い方は一緒なんですけど、やっぱコンシーラーの方が圧倒的に涙袋がぷっくりするのでおすすめします。今回コンシーラーはザ・セムのチップコンシーラーライトベージュを使っていきます。涙袋でコンシーラー使うときはなるべく明るめのものを使った方が凹凸感がはっきり出てね、ぷっくり見えやすいです。指で塗るのもいいんですが、筆だったり綿棒の方がピンポイントでつくので、持ってる方はどちらか使ってください。これもねちょっとだけで大丈夫。それでは涙袋にコンシーラーを塗っていきましょう。まずは中心に塗る。で中心に塗ったら指で横にぼかします。そんな広くぼかさなくていいです。まあだいたい黒目の中心部分下で広めに塗るって感じかな。そしたらちょっと目頭の上の部分ですね、ここはあの下広く塗らないです。細めにまつ毛のラインに沿って塗るって感じかな。こんな感じ、目頭部分は太く描かない。で綿棒でまたぼかします。で目尻部分の涙袋なんですが、自分の涙袋よりもオーバー気味に塗っていきます。目の形ってこうやってキュッて上に上がってるんですけど、なるべく涙袋はキュッて上に上げないように、目の形に沿って上にこうやって上げるのではなく真横に、そうすることによって目も大きく見えるし、見せたい表情によってはまた上に上げた方がいいと思うんですけど、私は最近垂れ目のメイクが多いので、なるべく低めに涙袋を作ります。現在こちらだけ涙袋にコンシーラーを塗りました。これだけでも十分なんですが、今からねグリッターをのせていきます。今回ねペリペラのリキッドグリッターの一番使います。ちょっとなるべくね今回ナチュラルに仕上げたいので少量塗ります。でどこに塗るかと言いますと、目頭部分に塗ってあげてください。全体に塗ってしまうとちょっとギラギラ感強くなるんで、こんな感じで涙袋の目頭ちょっとキラつかせるって感じですかね。なるべく色がついてないものの方がナチュラルに仕上がります。で最後軽く全体になじませる。そしたら最後なんですが、ラインを引いていきたいと思います。最後ラインがすごい重要なんですが、ここの涙袋の下中心部分だけでいいです。変に目頭下から描いてしまうと不自然になるので、黒目の下目尻部分を濃いめに涙袋の影を描いていきます。今アイブロウペンシルで描いてるんですけど、涙袋専用ペンシルでも大丈夫です。でこの涙袋の端っこ部分をねちょっと垂れ目にさせてあげた方が目が大きく見えるので、私は結構涙袋の目尻は低めに作ります。はい、こんな感じで、ちょっと色がね薄めのリップライナーがあれば、目尻部分のまつ毛の生え際に色を塗ってあげることによって、これまたね涙袋が強調されるんですよ。コンシーラー塗ってしまうとやっぱりね、あのまつ毛の下部分も色が埋まっちゃって凹凸がねはっきりしなくなるので、ちょっと影があるように、ちょっとへこんでるように見せるために、まつ毛の生え際にもなるべく赤みのあるものでラインを引いてあげてください。はい、こんな感じ、いかがでしょうか。今こっち側だけ涙袋完成したんですけど、まあちょっと涙袋あるけど、あるのとないのじゃ全然違いませんか。まあこっからマスカラしたりラインしたりすることによって、またさらに目の大きさも変わってくると思うんですが、じゃあちょっとアイメイク完成させて終わっていきたいと思います。
はい、こんな感じでパパッとね、こちら側だけアイメイクもして完了させてみたんですけど、涙袋いかがでしょうか？自然じゃないですか？もうありと元から涙袋はある方なので、ちょっと参考にならんって言われるかもしれないんですけど、結構ねこれでも私は涙袋メイクこだわってる方です。プチプラでも上質な涙袋が作れるので、ぜひ気になった方はこの涙袋メイク試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。